のどちゃんののんちゃんです。やっほーということで、今日は過去にあったおもろい話をちょっとみんなと話していこうと思います。まあおもろい話って言っても人それぞれ感覚が違うと思うので、面白いかどうか置いといて、まあなんか適当に BGM みたいな感じで流し聞きしてください、眠れない時とか。まあ私はめっちゃ友達多いタイプじゃないんですよ。幅広く仲良くはできるけど、遊ぶ人はこの人だけみたいな感じで、よくツイキャスとか私のツイッターとかにも多分出てくる、まあ、セミっていう友達がいるんですね。セミ、カタカナでセミ。まあその子がセミって呼ばれるようになったきっかけというか、まああだ名をセミにしようってなったきっかけが、私のツイキャスの中でみんなの前で喋るときに、まあ面白かった話とかするやん、ツイキャスの中でって覚えてるから。当時っていうか、まあ引っ越す前だったんですけど、まだこっち出てきてすぐぐらいの時に、同じマンションにね住んでる友達がいるっていうのは言ってたんですよね。別の部屋なんですけど、その子は学生時代からの友達で、でも言うてもそんなめっちゃ長い友達でもないんですよね。でも私の中で親友って呼べるのはその子なんですよ。もう素をさらけ出せる子がセミで、その子は私が唯一認める面白さというか、唯一認めるって言い方ちょっと偉そうなんですけれども、認めるというか、なんかこの人以上の面白さじゃないと男の人でもなんか、なんか こいつよりおもろいやつおらんなって思ったことなくてすごいね、私の人生を決める中の物差しとして面白さのいるんですけど、その子がねセミって呼ばれるようになったきっかけが、そのツイッターの中で私の友達がすごい面白い子でっていう話をして、セミがね泣いてたんですよ。夏、8月7月ぐらいすごい泣いてて、で私の一緒に住んでたマンションの近くに公園があったので、すごいのよ、うるさいのね、もうジャー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 ぐらい泣いて、でうるさいなー言うとって、で私はもう暑すぎる時ってイライラするじゃないですか。でその子とその子の部屋で遊んでる時に、もううるさい、セミうるさいってずっと言ってたんですよ私が。んだらその子がいきなりね、うるさいって言ってはりますけど、セミって寿命1週間なんですよって言ったのね。でもそれは知ってると、セミは寿命は1週間やし、まあ短いから、まあもうこれは許したらなあかんかもしれへんなみたいな、で、おう、でもシーンってなって、な向こうがさ1週間って言ったけど、まあ、1週間経ったら地面にポトって落ちるやん。でそこで私たちが見てない間に地面に潜り込んで、寿命が1週間って言っているのにもかかわらず地下都市を作り上げてたらどうするっていう話をしてきたのね。もう意味わからんやん、地下都市とかもう意味わからへんし、死んでるしセミなんか。でなんかはぁってなるやん、はぁっとなっとったんやけど、セミがそこでなんかこううるさいって言うのはなんかおかしいんじゃないみたいになって、そこからセミなんか意味がわからへんから、私はなんかこうセミが中心なんて言ったんやろ、なんか脳がね、ディズニー脳なのよ彼女は。ディズニーチャンネルを見て育ったがゆえに、なんかこうセミとか動物生き物になんかこう人間の心みたいなのがあると思ってんのね彼女は。次その話をして、まあその時はセミは、はいはいみたいな、セミがどうしたんやろうな、まあまあそんなこと考える脳みそになっちゃってかわいそうになみたいなのを言ってて、んだらなんか次から次に起こることを全てセミのせいにするようにしたのね。彼女が地下都市があるっていうことを言い始めて、地下都市があるっていう説を立ててるのは自分自身なのにもかかわらず、その説はもう本当にあって、でその秘密を知ってしまったがゆえに、なんかはめられる、セミにはめられるかもせんみたいなを言い出したのね。意味が分からへんねんけど、なんかこうずっと LINE はしとって、そのこと LINE の中で、駅からの帰り道にクレジットカードが落ちてると、で目の前にコンビニがあったから一応渡してきてんけど、これってもしかしたらセミの地下都市を知ってしまった私へのセミからの挑戦状なんかなみたいなを言い出すようになったのね。でそれをツイキャスで話したら、みんながじゃあセミちゃんだねっていうことでセミちゃんって呼ばれてんだけど、まあその後の話はもうほんまにいろいろあって、まあこれはツイッターとかツイキャスでは言ってるから知ってる人もいるかもしれないんですけど、まあ彼女
と私と、まあ、私のマネージャーさんともなんか一緒に仲良くしてくれてるのね。で彼女って私の前だと結構脱力なんですけど、人がいっぱいいると盛り上げようと必死になるタイプの女なんですね。でその盛り上げようと必死になってるがゆえに、マネージャーさんも含めたご飯に行った時に本当にあの彼女は緊張すると胃腸が弱くなるタイプなので、ご飯を食べずでも盛り上げなあかんから、すっごいもうあのいつものバイマシンガントークで頑張ってはったんですけど、まあ私のあの所属している事務所っていうのはセクシー女優さんの事務所なので、そのセクシー女優さんの事務所でこうこうこういう話があって、こう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 でっていう話の中で、まあもしこう2人の中でね、もしセミが V の女優さんとしてデビューすることだったらなんていう名前でやるみたいなのも言ってたんだね。で一つ星キラリっていう名前で活動していくと。彼女はなんで一つ星キラリなのって言ったら、なんか唯一なんかこう北に輝く綺麗な星みたいな感じで、なんか唯一キラキラ輝いていける存在になりたいなと思ってっていう、割とまともな内容やってるけど、その一つ星キラリちゃんは何かこうグレードがアップするために二つ星三つ星ってなっていくと。一つ星キラリ、二つ星キラリ、三つ星キラリ、四つ星キラリ、五つ星キラリ、六つ星キラリ、七つ星キラリ、八つ星キラリ、九つ星キラリで、十からは数えづらいから9で次の段階に行くっていうのはもう卒業になると、引退になるって言って、あ、そっかって言って、あのそれを言ってたんですけど、彼女はだからその一つ星キラリちゃんとして、あの AV 女優としてデビューするときは皆さん応援してあげてくださいっていう話です。おもんな。ほんで他じゃあ面白い話な、ちょっと待って、脳みその中におもろい話いっぱいあんねんけどな、こうやってみんなの前で話すっていうのは苦手やねんな、わかる？なんやろな、おもろい話、面白い話かどうか置いとくね。私がな、よくあの人生で一番恥ずかしかったことなんですかって聞かれる時に答える話なんですけど、小3の時に好きやった男の子がいて、でその小3の時になんか折り紙折らなあかんってなったから折り紙折っとったのね。で折り紙を折るのってさ、女の子得意やん。で私もまあまあ得意やったのね。まあ大雑把なところはありますけど、でもなんかこう決められた線と線を合わせたりとか角を合わせるっていうのは、まあ、A 型なんで好きなんですけど、でそれをやってて、でなんか自分が折る分を折ったらなんか近くの人に教えてあげましょうみたいになったから、あ、分かりましたってなって、で近くに折った好きやった子の方をすぐ見たのね。まだやってっかなと思って、でまだやってたのよ。で結構しかもこうちょっと手先がブッキーな男の子だったから、可愛い感じでちょっと困ってたのね。だから折り紙得意なうちが教えてやろうと思って行って、でこう机があるやん、ここにな、机があって、でここ立って私が教えてね、座ってた彼に対して、ちょ分かんのみたいな、これ分かる？あの小学生の時のさ、なんかこう煽る、好きな子に対して煽り体勢で行くタイプの、なんか煽り運転しちゃう感じの女やったけど、そこでなんかこう、え、出りひんのみたいな、え、教えたのかみたいな感じで行って今もうるさいな、で行って、で教えたって言ったのな。で上の上からさ、こう折り紙を折ってるさ彼の手元をさ、もうちゃうやろとか言ってこう、えいとか言ってやってたのねこうもうそういうタイプの女やね、これそういうタイプの女、私はもうとか言って、ね、なんで叩くねんみたいな、もうハートフルなこう空間が生まれてたわけで、こう私って生まれてこの方ずっとそうやねんけど、唾液の量多いのね、結構もう唾液の量多いし口でかいねんな。で喋る時結構こうパッパッと喋んねんな、めっちゃ唾飛ぶねんやんか最近はちゃんと抑えてんで、でもまあ小3の時とかさ、もう自分のさ性分量とかわからんわけやん、自分の調節できんじゃん。でこう折ってる中でさ、しかもこう立って私がこう下向いて教えてるわけよ。でもあの唾液はさ、もう滝なわけよ、こう下向いてるな。で緊張状態、交感神経がちょっとこういう話になっちゃった。こう好きな人と話すっていうことはさ、こうドキドキするし、なんかこう興奮状態にあるわけやん、まあ、交感神経がこうなってるわけやんか。だからさ、唾液のさ質って変わるやん、リラックスしてる時とそうじゃない時、そうじゃない時のこうちょっとこうニョンとしてる方の、こうニョンニョンとしてる方のさ、こう唾液なわけよ。でそれがさ下向いて、彼がこう折り紙持ってる時に彼の手の甲にクリティカルヒットしちゃったわけよ、私の唾液がバーッ
もうさ、今までめっちゃ楽しく話してたしさ、こう、何してんねんとか言えてたのにさ、もう気づいた時にはさ、こう、まばたきを一回してぐらいの速さでさ、彼の手の上にさ、こう、粘液がこう乗ってるわけよ。で、うわーと思ってさ、私もうバカ焦って、自分の制服の裾ピッて持って、シュシュって吹いて、ごめんって言って席座ったんですよ、折り紙の途中で。が、もういつ思い出しても恥ずかしくて、私今思い出してももう恥ずかしい、顔赤くなるぐらい、もうお風呂の中でそれを思い出して、あーってなるぐらい恥ずかしい話っていう話です。ああとは何やろな、おもろい話あるかな。友達の話にばっかりになっちゃうねんな。その子が持ってる話がいっぱいすぎて、私の話でおもろいっていうより、その子が話してたおもろいことを私が間接的に話しちゃうっていうことになっちゃうんですけど、それでもよろしくって。セミの面白かった話みたいになっちゃうんだけど、それでもよろしくって、よろしくって、ありがとうございます。なんか昨日な、その子とまた電話してたんやけど、私結構定期的にその子と電話するのよ、まあ、今は離れて暮らしてるし、彼女がだから自分で帰っちゃったから、なんか私がこうなんかストレス発散とかモヤモヤしてる時とかって絶対その彼女に電話するのね。彼女っていうのはこう、こっちの彼女って意味じゃないよ。こう電話するんだけど、で、テレビ電話するんだけど、でその子はさ、こうやっぱいろんなおもろい話をいっぱい持ってて、で、昨日も話してくれたんやけど、なんか結構汚い話やるから、ちょっと汚い話、ご飯中の人とかはちょっともうフェードアウトしてほしい。これ彼女の話やから、ちょっと大丈夫かな、これ怒られへんかな、ごめんな、ちょっと先謝っとく、これ YouTube 見てるから、ちょっと先謝っとく、ごめんな、ほんまにごめんな。みんなの前でこう面白い話してって言われたから、つい昨日聞いたおもろい話を全世界に配信してしまって、本当にごめんな、マジでごめんな、話すな彼女がちっちゃい頃に寝る時間に、まあ一人部屋やって、ちっちゃい頃に、でなんかこう眠る時の状態ってさ、いろんなことを考えれる、無で考えれる状態なわけよ。で彼女は何を思ったかは覚えてないらしいんだけど、何を思ったか、肛門となんか指のこの丸みってフィットするんじゃねって思ったらしいねんな。ほんま意味わからへんか、意味わからへんか肛門をなんかこうキュッてなってる状態からちょっと開いた状態で指をクッてこうピトンってすることができると、彼女はで、その状態で寝たらどうなんねやろうってなったんやって。ね、彼女は当時まだおむつばきの時代、おむつばき、まだベビちゃんねの状態で、こうお尻に指をこう添えたまま、お尻の穴に指を添えたまま眠りについたわけよ。でなんかやっぱこう体の後ろに持ってって、こうやってやってこう仰向けで寝るわけやからさ、こう腕がしびれてくるのね。で感覚がなくなったまま朝起きたと。で朝起きて、まあ朝起きたらこうママーとこう階段をね降りていくわけよ、こう手すり持って。でママが「うわー!」って言って、どうしたん、どうしたんと思って見たら、こう手いっぱいのその肛門から溢れ出たまあ物がね、物が手についてて、でそれをなんか壁伝いにこう全部つけて階段を降りていって、まあ、でそのお家はなんかこう落書き、子供が落書きしてもこうすぐ拭いたらね取れる壁紙仕様にしてたらしいから、拭いてもねすぐ取れたらしいんですけど、まあだからその彼女は自分のね物をこう物まみれにした家に、まあ、数年間住んでたらしいですね。汚いわマジで。なんかでもそのちっちゃい頃にディズニーチャンネルしか見てなかった女がさ、いきなり肛門と指がフィットするんじゃないって思いつくあたりがもうね、なんか変わってますよね、ちっちゃい頃からねっていう、別に面白いか面白くないか分かりませんけど、そういう感じの話でした。もうこれ以上はなんかツイキャスとかで聞いて、なんかその時にパッと話すのはなんかおもろかったことということで、のんちゃんでしたチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ほなまたね、バイバーイ。